い、皆さんこんにちは、みくです。本日は A ちゃんの解放をやっとしまおうと思います。前に A ちゃんの解放をね、おとんにもらって、それを番号順に並べる動画を撮ったんですけども、ちょっとその動画で匂いがね、ちょっとなかなか取れなくって、でちょっと消臭剤と入れて まだちょっと放置してたんですけど、まあもういけるやろっていうことで、ちょっとこれに入れていくんですけども、うまくいくかな。私もともとジャニオタやった時に、なんてやるな、ジャニーズの切り抜きとか解放とかをね、全部こういうファイルに入れてたから、懐かしすぎて、それが蘇ってます。はい、オタク心が蘇ってます。はい、これに入れていきますね。で、なんか間抜けてるところも あった気がすんねんけど、ちょっと順番にいきますね。ハロー。はい、うわ、あ、匂い全然取れてないわ。まあいきます。はい、順番に入れよう。こういう作業楽しいな。入るの？あ、ぴったりや。ぴったりっちゅうことは、待って、これ何枚入んや。裏表で入れへんと入らへんかな。裏表で入れます。ちょっともう今日はあんまり喋らへんから。あ、でも喋った方がいいんかな。私結構さ、流し見するものが多くって、動画で基本喋っててほしいんやけど、でもこれは私見てもらうだけでいい。なん、わかる？なんか見るだけでいい。私の声いらんよな。あれ、めっちゃ飛んだ。あれ、あれ、ゴー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 。後から出てきた時怖いな。開けといた方がいいかな。でもな、多分前にちゃんと並べたから大丈夫なはずやねんけど、怖いか。まあでもええか、開けとこうか。4、5、6。基本喋らんとくわ。なぜかな、7がな、2枚あんねん。これは重ねて入れとくね。誰に言ってんの、入れとくね、言うて。誰に許可得てんの。それか、なんか見えてんのかな、これみんなから見えてる。あ、こうしてもっと前に見てて。若いね、えちゃん。あら、あ、危ね。あれ、12がないぞ、怖い。出てきた時を考えて開けておきます。勝手にしてください。なんかな、やっぱな、私な、小学校の時とかからさ、こう、私の時代はシール集めとかが流行ったわけよな。こう手帳を持ってて、自分ので、そこにシールを集めて貼ってみたいな、コレクションやわな、言うたら。そういうコレクションをするのが好きやったから、そのモーニング娘。とかのグッズやったり CD とかももうめっちゃ集めて、ジャニオタやった時ももうグッズもめっちゃ買って、こういうコレクションというものをいっぱいあってね、こうやってこまごました作業が好きやったんよ。久しぶりこの作業。なんか私こうさ、地道な作業みたいなのが割と好きで、じゃないと YouTube の編集とか賞味できひんというか、 YouTube の編集ってな、地道なんよ、ほんまに。時間かかるし、細かい作業やし。19がな、え、こんな抜けてたっけ。あー、あるある、あぶねー。19、いいね、もうぴったりにしてよかった。でも途中からさ、あ、この次このちっちゃくなるやけど、入る大きさにしたから、どうしよっか、どうやって入れよう。これも裏表でいいか。ちょっとベラベラなん嫌だね。こういうのな、綺麗にしたいタイプなんよ。無駄に A 型が出てくる、こういう時にきっちりがいい。あ、楽しい。楽しいです。
25、26。なんかいきなり系統変わった。こんな目で見つめられたらさ、折れるで。あかんて、こんな目で見たら。あ、逆やった。これでパッと、あ、この何番の何を読みたいとかいう時にパッと手に取れるでしょ。あ、次また変わった。あ、ほい、かっこいい。分厚すぎるかな、しまら変説。はい、ここでちっちゃいのが終わりまして、ちょっと番外編。めっちゃかっこいい。これちょっと部屋に飾りたくて、ちょっとこれは番外編。はい、これは部屋にどっかに貼りたいなと思って。はい、で、はい、また大きいのに戻りました。あー、ちょっとまずいな、間違えた。事件や。これがダメかもこうやった時に曲がっちゃう。これを、あ、じゃあどうしようか。これを 1枚ずつにするか。このちっちゃいやつな。なんかこれ、こんなんも、あ、思い出した。私なんで懐かしいんか分かったわ。モーニング娘。のさ、カードをさ、こうやって入れてたわファイルがあってね、こうそれ専用のカードを入れる、好きな順に入れるね。ゴッチンが私一番好きだし、ゴッチンをまず入れて使えたかな。てか入った順とかにしてたかな。それもその時の気分によって入れ替えたりとかしてた気がするな。カードとか写真とかがもうどこにでも売ってて、あの時代モーニング娘。入りすぎて、スーパーとかにも売ってて、よくおかんに買ってもらったし、どこでも売ってて、もうそれを集めてたな、コレクションして、それをこういう風に入れてたなって今思い出した。まあ、なんかアーティストが好きな人は今もこうやってやってるんやろうな。私は今もうジャニオタじゃなくなったから、こういうの一切やってなかったけど、懐かしい。はい、ということで気を取り直して、それかこれ、この大きさだけこれ専用の入れてもいいな。ってことで、あ、どうしようかな。一旦入れてるか。でも、ちょっと待ってよ、この時点で、あ、そうか、これをだってこの束を今入れちゃってたってことやもんな、ここに。そりゃ分厚いよな。一旦この1枚ずつ入れたとして、してね、そしたら大丈夫なのか。でもなんか私の几帳面さが許さない。 A 型が許さない。 A 型の心が。これぴったりの入れ物欲しいな。まあいっか、行きましょう。もう終わらへん、こんなんしてたら。1回入れますわ。40ポケットって書いてあったから、言うてもうケツは見えてきてます、多分。でもな、私の A 型の心が許さへん理由は、これ裏表で入れてるから、これだけ1枚ずつ入れるのがちょっと許せへんねんか。どうしよう、これだけ違うの入れようかな。はい、決めました。これだけ違うのに入れます。で、裏表じゃなく普通に入れていきます振り出しに戻っちゃった。
はい、ということで、はい、この1番から振り出しに戻りました。何の時間やこれ。5がないので飛ばします。あ、これあれだ、さっきのステッカーのやつだ。かっこいい。よし、あ、なんとか、ちょっと膨らみがあるけど、なんとか。この顔で決まるからな、どこからここ。いいよいいよ、ここまではいいよ。ちょっと上すぎたかな。広がっちゃったな、この横ちょっとボリュームあるよな。まあまあいいか。え、絵の通りしたら指飛んがっちゃった。こう、え え, えちゃんってニコニコし、え、何これ。挟んどくことにより別のところにあるよっていうのがね、すぐわかるから。はい、ありがとうございました。続きいきましょう。48まではさっきのちっちゃいのなんで、49からはこれです。どんどん入れていきましょう。50まで来ました。かわいい、って顔してる。って顔してる。あ、まずいぞ。あ、てる。60。まだまだある。眠たい、ミスった。今もう夜中10、え、もう1時や。ミスったこんな時間にやるんじゃなかった。めっちゃ眠たい。65がない。はい、68までで一旦1つ目のファイルが終了です。おお、すごい、いいね、いいね。よし、じゃあ2冊目いきます。あ、意外とこれいい感じや。はい、2冊目いきます。2冊目の表紙は、あ、すごい、これぴったりロック、ロックがトップに来ました。よし、はい、ここからスタートします。わかりやすいぐらい口数減ったよ。眠たいね疲れてきて。
口数少ないぐらいの方がいいね。このえいちゃんのやつをやるのに私がぺちゃくちゃ喋らんでいいね。映像で楽しんでいただけたら。いい50代に入ったよね。まだ50代やってるじゃん。え？待ってろ。88、89。してあなんかいろいろ入れようと思ったけどあんま余ってないな。まあいいか今日は。じゃあなんかさグッズの紹介の紙とかあるやん、それらをな入れようかなと思ったけどそれにしては少ないか。どうしようかな。結構ずっしりさ、これはこれで入れてるんよ。こういうチラシ的なのあるやんがいっぱいあってね、こういう何も入れるファイルも買うのかね。全然入らへんわこんなんじゃね。入らないね、こういうグッズのやつダメだね。はい、ということで今日は開封の収納タイムでした。やっとねファイルに入れれてすっきり、ちょっとね場所を取ってたんですっきりできました。ほんならここにちょっとだけなんか入れよう。こういうのに、おーすげえノートやと宮沢ノート、これ挟んどこ。じゃあこういうチラシ系よか、誰に喋りかけてんの。入れとこかって誰に言うとね、そんなもいるんかね。なんかどうしたもんかな、これなんかもらった時にさ、ボトンになんかもちろん中にはこれはいいわって言って持ってこうへんかったのもちろんあるんやけどさ、なんか どれをどうしていいかって難しいなと思ってさ。あ、チラシも結構あったわ。どうしよう、こんなんいるんかなって思うけど、これはあ、これ入らへんや。これはこれでなんか何年に何があったとか分かるからいいんか。宣伝こんなんもすごいよな。なんか緊急告知、9月14日の東京スタジアムのコンサートを終えて次のようなメールをいただきました。近隣の方からのメール、
東京スタジアム周辺の住民です。9月14日に東京スタジアムコンサートがあったが、しかし呆れたものだ。あの大量の路上駐車、迷惑極まりない。わあ、言われてるで。恐ろしくて、この日子供を外に出せやしない。こんな紙がありました。ちょっとマナーがよろしくなかったんですね。キャロルの写真集でもないし、なんなんやろ、なんのやつなんやろ。ダメだね、これは。ちょっとこの切り抜きは切り抜きで配慮します。しかもこれ大きいわ。 A4 やったか。やっぱり A4 を買った時に入れます。昔はさ、ライブ行ったらさ、椅子に紙置いてあったような、なんか袋に入っていろんな宣伝とか、いつもコンサート行くと席に紙がね、いろいろ置いてあるんですよね。この大阪城ホール行ったら、大阪城ホールで今後公演する人の内容だったりね、宣伝の紙が入ってたり、あとそのアーティストのあの、粉出ますよとかの宣伝やったりね。はい、ここまでしか入りません。はい、ということで A ちゃんの解剖入れてみた動画でした。よし、満足。でもまだまだ、あ、だいぶかさばるな。かさばる、だいぶギュッとはなってんけど、意外と幅があった。はい、歴史は深いですね。ということで、以上です。今日はこんな動画で、まあ、見てるみんなどんな感じだったかわかんないけど、私は大満足です。楽しかったです。イエーイ、買ってきました。 A4 のファイルと、これはちっちゃい細長い解放を入れるやつ。こっちからいきます。楽しいの私だけ。これ20ポケット、あ、もうちょっと買ってよかったのか。足りひんな。21から48やから27あるってことか。やってしまわれた。どうしようかな。どうしよう。とりあえずこれでも、あ、わかった。20に入れて、最後の方にこの縦長の他のやつを入れるわ。今ちょっと部屋の整理をめっちゃしてるからさ、こういうのほんまに早く片付けたかって。俺ピと見せたいから、これの後ろには入れんとこ。あげちゃう。そんなん言い出したらあれやな。まあいいか。これで48。この縦長サイズの開封はおしまいで。昨日さ、こういうのさ見てたんやんか。いっぱいあってこんな入りきれへん。もう一個買うのかな。なんかこの長さいっぱいあるもん。やられたな。言うたらこのポストカードとかも、あ、もう一個買ってくるわ。足りへんかった。なんやねん。むず。これだけ入れようか。こっち系入りきらんか。じゃあこんな今日もね、分かった。ほんならじゃあこれは開放だけにするわ。100均行って買ってきますわ。はい、でじゃあお気に入りのやつを裏面ね。あ、でもこれで置いとくか。これでまた使えるから、これはこれで別で使いますわ。はい、おお、あ、いいね。あ、
めっちゃええやん。あ、いいやん、いいやん。あ、いいね。はい、続きまして、この A4 サイズいきます。まず、これを配合の続きを入れていかんといかんから、98から。昨日は97までを、B5 サイズか。だったんですけど、こっから大きくなるから、これはこれで、あやな、なんか違うファイルに入れといた方がいいんかもな。分厚すぎるか。もう一旦入れときます。なんかさ、こういうのに入れといた方が、なんかどうしよう、むずい。あ、でも入るわ。入るんだったら入れとこう。微妙と、あー、どうかな。よし、開封をとりあえず入れて、まだまだあるので大きめのサイズね、木の入らなかったやつで、あ、でも言うてそんなないか、ここら辺昨日の B5 に入れた方がいいじゃん。入るものと入らないものと分けてたんじゃない。よし、ほんじゃら、いた、ほんじゃら、一個開いたな、一個開いた。あ、これ入る。あ、こっち系も入るんだ。だけど、よし、入れていきましょう。ちょっとこういう顔付きの宣伝系を入れていきます。郵便局、あ、これは切ってかな、切ってか、かっこいいな。なんだ、こんなんも持ってそうやな、ほとんど。デジタルよりアナログの方が絶対あったかい、矢沢永吉。私両方経験してるからさ、アナログ時代も今のこういうほんまに機械的なさ、そのデジタル時代というか、両方経験してるから両方の良さがもちろんあんねんけど、なんか私は昔そのちっちゃい頃とか手紙書いたりとか、それこそほんまに小学校の時とかやったら携帯もないから、あの友達とファックスを送り合ったりとか、なんかそういう時代もあったから、音楽だって今はスマホで聴けるけど、昔はそんなんなかったから、あの CD 借りに行ってやったりさ、そういう時代も経験してるから、なんか両方いいんだけど、あったかさっていうのはアナログの方が伝わるよな。あ、楽しい、また楽しい。ちょっと若いね、姉ちゃん。これはだって こんなさ、あの二つ折りのさ携帯の時代があったんだから。あ、懐かしい、リスモめっちゃ懐かしい、私の時代のやつや。ほんならこれ、あ、2006年だって。割と最近やん最近ちゃうわ。はい、うん、じゃあどうしよっかな。ちょっとここら辺まとめて入れるわ、このなんかスケジュール的なやつ、ここにいろいろあるんですが、はい、安いね、この時代。もっと前やったらもっと安いんやけど、 S 席で7350円、安いね。でもこの時代の7000円ってこのその頃にしては高かったか。いいね、ちょっと上がった、8400円。あんた矢沢好きかい。このスニーカーさ、なんか矢沢のロゴ入って、このボックスもついて9800円って安いな。この I love you OK ってこのここにある、いいな、この時代いいな。こんなんあったら実際履けへんのかな。買った人どうでした、このスニーカーを当時買った人、履いてた、それとも飾ってますか。
ってライブチケットの値段ってことやな。とんでもないな。でもあれか、昔ってそもそものそのもらう給料の額が今とは違うんやんな。だからその例で言うと今とは同じ感覚なんかな。すごいな、3000円で A ちゃんに会えるの。チラシみたいなのは直しました。はい、これともう一個開放があって、ね、これがあってそして細い開放で、これをもう一個買わないといけません。はい、以上です。バイビー。